ス抜けて食べたら。
もう食べたの？まだ。お仕事中で。ああ、故障してなかった。肉野菜がいいね。ちょうどいい。うん。まだいい。
よし、できたぜ。3段すぐに食べた。よし。
菜食べる、はい、この家で、はい、中断者してんだけど、はい、断者してる銃を口内に戻せって言われたって難しいでしょうね、うん、今はいろんな軌道が、はい、あって、はい、弾道っていうのは我々は打ってるんだな、
するか分かったら先にそこやられるから、はい、一番いいのは海の中の原子力潜水艦です。はい、で原子力潜水艦の SLBM、はい、これが大量フォークスに持っても敵に、うん、でそれから出てくる答えはね、あの大量フォークスを飛ばすのは原子力潜水艦のアメリカから借りてきて、はい、日本海に沈めておいて、はい、最後にそこで SLBM を撃つってなんでしょう、うん、という答えになっちゃった。これで、でも水で出てくる答えだから、はいはい、これでも今動き出してもハイビスも結構変わりますね、時間今動かしてもだけど、今動かなかったのと大変なんだけど、まあ、そうですね。そういうのは、あのね、なんかね、ハイビスさせない人は時々ユービクスがあるんだけどね、海もいろんなことも止めなくよって、それから一番簡単なやり方っていうのは、アメリカの源泉をレンタルしてくる。あ、レンタル何でもそうだけど、あの仕事早めるときに、はい、自社開発を全部するのは大変だから、まあ、レンタルです。核共有っていうので、核兵器も入ってくる。はいはい。レンタルするのが一番早い。うん、まあ、それは気をつけるだけです。キャッチャーで LBD。レンタルを検討しますよ、LBD は。向こうは、それだよ、じゃなくて、自前でやるんだから、ね、大変だよね。まあ、こちらの方はアメリカの最新技術とも言えないけれど、レンタル、はい、っていう手があるのはね。はい、はい。これ、まあ、これにもできちゃうかもしれないね、レンタル。そうです、開発する準備が大事ですもんね。ならないのかな。ビジネスネットで核共有って何が悪いかって話になるよ。大会
会社4名は、退職する意思があることと、今から降りる処分を、まとめて、自分の罪を償うとお話ししていました。謝罪をされたからそれより問題でもないと思いますし、私の傷っていうのは一生の傷なので、しっかりと自分のしたことに責任を持って罪を償ってほしいと思っています。ということで、ご視聴ありがとうございました。今日はラーメンを作りました。それでは、じゃあねー、おやすみなさい。